では記念すべき始球式いきます。1打目ここはパー5なので 5回蹴ってね入れるといいよと。ただ地面が濡れてちょっと怖いんだよね。じゃあいきます。なんか2打目にして2人イケポタするっていう、これどうすんの、届かへんって、これどうしたらいいの。ハルキング今日濡れていいんかやっけ。あ、今日ハルキングいないわ。1ホール目は7打8打8打8打っていう散々な結果でね、まあ、最初だったのはあると思うので、次は2ホール目71ヤードでパー3です。皆さん3打を目指していきます。あのグリーンを越えた先の白い旗ね。では行きます。低い球で、やばいやーこれやばいやつだな。見えなくなってまった今初バンカーショット行きます。2打目はね、まだワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ。あー左や、ほんとや。はい、3ホール目170ヤード、パー4です。結構すごいね難しいよ。あらこれワンチャンあるよ。円の高さないと思うんだよな。いきます。ダメやん、全然ダメやん弱いし左足むずいね、芝を読むって。危な、怖っ。跳ね返しすぎじゃないでもこれ、危ないよ。ほら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 、あ、止まった止まった。危ない危ない危ない。はい、ここは55ヤードしかないのでホールインワン狙いのコースです。ではお願いします。あ、そんな左曲がるのね。オッケーオッケー、学ばせていただきました。そう、皆さんの経験を踏まえて学ばせていただきましたあの旗より右ぐらいだね。うん、ってことを学んだ上でいきます。これいいじゃない。ああ。でももっと右なんだ、難しい。はい、はい、次からもう13番ホールまで来ました。ここはパー4で115ヤード。115ヤードってことはちょうど今の場合ってことは今の2倍の力でくればいい。ね、こうやって近い距離で油断するとね。あ、すごいすごいすごい、今のそういうこと狙ったんだ、かっこいい。はい、では14ホール目第1打いきます。ここはね、ちょっと慎重にゴロでいきます。右崖なので打ったらボールが、ね、